今、やみ上がり二人で何しようねんって話やで。直せ直せ早く、二人ともちゃんと。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん、見てる？くるぶしです。チョモロです。はい、オッケー。長いね。なんかちょっと久々っすね。久しぶりにチョモロスタジオからお送りしますけれども。俺、兄弟分がいるんですけど、その結婚式に行ってきて。アナ兄弟ってこと？ごめんね。まあ、俺と同じような歌を歌ってる子が。そんな人おんの？そうなの。そんな人おらんやろ、日本に。いたんだよ。そいつの結婚式に北海道の網走というところに行って、またすごいとこ行ったね。初北海道でさ、初北海道で札幌とか函館を飛ばして網走まで行ってしまった。行ってしまった。網走ってめちゃくちゃ遠いやん。めっちゃ遠い。でも、うん、片道 1時間半とか飛行機。あ、そっか。新千歳じゃなくて、うん、そっち側にも空港ある。そう。めまんべつ空港。めまんべつ空港。なんて読むのかな。女にまんって書いてあったら大抵エロいから。ごめんね。めまん。今回はですね、チョモちゃんにお土産を買ってもらいました。おどうもーす。俺ちょっとね、塩にしようか迷ったんだけど。早速紹介したいと思います。はーい。まず、これはちょっと変わり種ですね。こちらです。じゃじゃん。オホーツク流氷カレー大丈夫やみ上がりやからちょっとあれで分かるじゃん下がまっはい、これはなんかちょっとね、青いカレーすげえな。前回さ、カレー俺らめちゃくちゃ辛いの食ったから、うん、もうちょっと熱くなりだしてるし、外もちょっと爽やかなね、青のカレーを買って、これどうなんだろうな全然食べたくない元ある色と違う商品っていろいろ出てるやんか、うんうんうん、それ系一つも試したことないな。食わず嫌いってこと？うん。あー、じゃあ少女ですね。そうですね。少女を捨てる時が来ましたまずこれが一つと、はい、まだあるのね。はい、これはねマジでうまい。もう一つがこちら、花畑牧場のカチョウカバロはい、お風直せこうやってね、ひょうたんみたいにして吊るして、すごいすごい、だからこんな形してるのか。で、乾かしてへ作ってるんだけど、これすごい形してるよね。めちゃくちゃね、やらしい形、なんかアナルみたいじゃん。ごめんねごめんね。いや、これはね、マジでうまい。食べたことない、うんうん、ないでしょ。ないないない。お、じゃあ今日は2つとも、チョモちゃんまだ食べたことないこちらをですね、2つとも、試食していきたいと思います。あーわー、楽しみ。じゃあチョモちゃん、温めて、参ってくれ。かしこまりました。これはどうしたらいいの？切って、焼くのね。そうですね。わかりました。切ってフライパンで。じゃあ、どっちも準備します。はい、行ってまいります。達者で。うわー、よっしゃーい、ありがとうございます。いやー、用意していただいて、チョモちゃんに。すごい色思ってたよりすごいな。じゃあこれ見せていただいて。そうね、ちょっと、はい、ちょっと配色があれですけども、これはすごい色。たまにサザエの肝をこういう色とか。そうそうそう、ね、サザエの肝の色や匂いはいい匂いしてんねんな。めっちゃ、18金カレーよりいい匂い。いや、全然全然。あれは楽しい。ごめんね。くるちゃんの北海道土産第一弾、流氷カレー、いただきたいと思います。いただきます。晩ご飯。長女に買ってきたのに、自分も食うって。うん、カレーやね。アナルに入れた。うん、俺メンタル弱いんかな。え、ねえねえ、ねえ、どうしたどうした。これ見ながら食うと、うん、俺もう今心がすごい乱れてる。もう折れそうな感じ。折れそうな感じ。見ちゃダメな、これ。
白い部分はね、うん、クリームっぽい感じがする、うんうんうん、こっちがなんか結構香辛料の匂いするけど、青がインドカレーっぽい味がする。なるほどね、うん、うんうんうん、確かに食い慣れたカレーの味ではないけど、うん、高そうなカレーの味する。あー、まあ茶色でいいね。あのね、うん、さっきの、うん、サザエの肝のくだりもあるし、もう俺ほんまにえ、ちなみにサザエの肝は大丈夫？あんま好きじゃない。あ、そうなんだ。うん、うん、あ、でも美味しいね。うん、普通に美味しい。うん、これ混ぜて食うもんなんかな、白と。あー、別々に食べるもん、ね、なんかパッケージだと混ぜてはいなかったけどね、うん、青と白の粘度が全然違うから。あー、確かに。あんな綺麗に盛り付けるのはなかなかやっぱプロフェッショナルじゃない。綺麗な。プロフェッショナル、プロフェッショナル、プロフェッショナル。あー、うまい。流氷ビールっていうのもあって、あの青いビール、流氷が入った。あー、めっちゃおしゃれやん。それは。そうそうそう、流氷カレー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。皆さんも北海道行ったらぜひ流氷カレー。美味しいね。ルネッサーンス。すげえ懐かしいよそれ。うわー、うまい。カレーには水や。続きまして、はい、何だっけ名前。カチョカバロ。カチョカバロ、裏表ささっと焼いてって言われたんですけど、おいしくもう一枚みたいになってるね、こっち。そうね。じゃあぜひ初めてのチョモちゃんから。じゃあ、うん、おー、思い出す。なんかこれね、アナルの部分です。ごめんね。もうちょっとね、見る影もなくなってさ、アナルの部分、ちょっとね、アナルの部分いただきます。どうでしょう。うまっ。なにこれ。お上品な味するわ。お上品。お上品。食べよう食べよう。いただきます。無駄な塩加減がないっていうか、うん、もうミルクを飲んでるような感じ。いや、これはすごいな。うまっ。もう食っちゃって食っちゃって。あ、うまっ。もうなんか反応できない。うますぎて。俺らあれやな、うん、食レポうまいもん食ってあかんな。そうだね。うますぎて食レポできへんくなっちゃうから。本当だよ。あの可愛すぎて抜けない AV 女優みたいな。ハンバーグ。それは好きな。最近の傾向ね。それね。やっぱちょいブスぐらいがちょうどいいんですよ。ちょっとぽっちゃりしようがね。なるほど、うん。最近おすすめの AV 女優誰ですか。最近はですね、ちょっと考えさせて。じゃあブッシーがね、おすすめの AV 女優考えてる間に僕がチーズを引き続きいただきますけど、昨日誰だったか。ただいまひろちゃんっていう子がすごく可愛い。知らん。ただいまひろちゃん、もしこの動画を見るようなことがあったら、うん、概要欄にブッシーの電話番号が載せてる。まひろちゃん以外かけちゃダメだから。怒られちゃうから。どうです。あ、もう完食です。美味しいよね。あれ、北海道行ったの。行ったことあるね。行ったことある、うんうん、それはどこ行ったんですか。もう5年前か、うんうん、函館、札幌、旭川、うん、左端の方やわ。あ、うん、あのよく見る函館なんてもうその北海道の、ね、北海道のアナルみたいなとこあるやん。ごめんね。北海道のアナル。フルチョムチャンネル始めてからだいぶアナルっていう言葉がだいぶ多くなりましたよね、チョムチャンネル。まだね、二人がどっかに行った時に、ね、そうだね、あのクルチョもお土産コーナー。あー、いいね。ね、ちょっとあの再生リストを作ってみます。作ろう作ろう。まあ、いろんなとこ行くしね、お互いね。そうだね、うん、今回はです、ね、はい、チョムチャンネルね、もう二度と見たくないですだいぶその肝に見えている。まあ、でも美味しかった。ありがとうございます。今回はですね、流氷カレーと、
カチョカバロ、カチョカバロ、プロレス技みたいなメキシコの、うん、絵を、チョモちゃんに貯めてもらったでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。チャンネル登録よろしくね。いや、俺逆に今クルチョもまだ抑えてる方だから。